はい、どうも、こちら、今回またヘビーレイン続きからやっていこうかなと思います。前回は、おそらく最後の主人公っぽい女の人の話をちらっと見た後、おそらくね、このヘビーレインの一番の主人公であるイーさんが、いよいよ、息子ショーンを誘拐した犯人からの挑戦状を受け取ったっていう。どこかな？やっていこうか。30歳から45歳、衝動的犯行ではなく、緻密な計画に基づいて行われた。で、今回から警察編をね、やっていこうかなと。被害者への怨恨は皆無。折り紙キラー。被害者の顔を泥で覆い、匿名性を持たせている。なんか、あるよ。恨みがないならあっなんたでの会に、社を殺すんだ。三角。被害者は単なる象徴に過ぎない。ペーだジめからくって折りるわ。紙の動物を置き、謝罪の意味違うな。で犠牲者の胸に花を置いなんていか、くんで三角す。何これ。めちゃくちゃなスるライほド変えど。てるね。ごめんね。で、どうすりゃいい？バカみたいに時間管理してるわ。もう落ち犯着いて。人を追跡するには彼の行動を理解することです。そうです。小説ならそうだが、今は子生き供てのる人命がか少かっねえてるんだな。ぞ。続け二て、人っジェイデて。ン君。どうぞ。ジオプロさ帰らり。に犯行の地理分布を調べてみま調しべょう。ました、前々回。一般的には殺人は自宅の近くで行われなんまそす。の顔は、おい。トラブル発生時に安全な場所へすぐ逃げ込めるように。犯人は自信をつけるにつれて行動範囲を広げていく。そこで犠牲者が姿を消した地点を分析した結果、3人と。犯人の居住エリアを絞り込むことができました。それがこちらです。で、そのエリアってやつの広さは？現時点でちょ、おは前態度直せよ。およそ16キロ四方です。おいおい、それだけ広げりゃ1万人は住んでるぞ。一人ずつ質問するつもりか？な、落ち着いて。手がかりが増えればエリアも狭まります。そうなれば怪しい人物と照合して犯人を特定できます。考慮。一つ気になることがあります。被害者が姿を消してから死体が発見されるまで3日から5日と開きがありますが、結構あるね。光量に関しては10%の誤差の範囲内でいつも15センチです。一体どういう意味だ？死因は全て雨水による溺死、え殺害は雨の多い秋に限られています。ー、えー犯人は被害者を屋外のタンクか井戸に入れて雨水が溜まるようにしている。雨が多いほど残された時間は短くなうる。わー、なそんれで次はか。どうする？プだロかフらィールヘにビ当ーてはレイン。まり、さらにこの安全地帯に関連がある容疑者が2人います。はい。彼らに話を聞きたい。2人までよう絞やっれたてな。られるか。こんなの時間の無駄だ。今も犯人はどこかをうろついているんですよ。すぐに動きましょうくせくう。ブせ。レイク、あんたと話すのはもうたくさんだ。この殺人犯を2 年ご間めん。も追い続けて何が分かった？ゼロだ。これっぽっちも前進しちゃいない。心理学の博士号とご自慢のサングラスが役に立つとでも思ってるの役にか？立つだろう、いいまあ、普か、通よくに。聞けよ。そんなものを現場では何の心役理にも学は立た役ない。に立つっこの官僚て。主義の能なしが。あ？能なしどっちか教えてやるか、てめえ、おい。落ち着いてや私るはよ。犯人を見つけに来ました。あなた方の協力があってもなくても私は捜査を続けまなんす。だと、この野郎。わあ、なんいいだ加減と。にしないか。部長。被害者が死亡するまでに15センチの雨量が必要だと言ったな。あとどれくらい時間が残ってる？天気予報が正確なら72時間もない。結構迫ってな。じゃあもうヘビーレインっていうストーリーはもう実際1週間ぐらいなんだ。テキパキ行くね。これあれか、容疑者か。おい、開けろ。留守か、時間の無駄だったな。せっかくだ、とりあえず覗いてみるか。でも留守だぞ。お、警察らしいとこ見せるか、まさか。これでどうだ？これが合法だとは思えないがな。てか、なんかさ、デトロイト・ビカム・アイ・ヒューマンもそうだけ通報どするさ、か？なんか海外の警察野蛮じゃない？ちょっと。なんか 勝手なイメージですけど、個人的見解。趣味悪い。ナサニエル・ウィリアムスはかなり信心深いみたいだな。考奴えはられ世ない、界今。の終わりを心待ちにしているイカれた野郎だ。
めちゃくちゃ逆に怪しすぎて逆に怪しくねえわ。ここまで行くとちょっとコントローラーがむずい。声を聞いたと言ってな、俺があくまで奴を迫害するために地上にやってきたってバカなことを抜かしてやがった。イカれてるぜ。趣味が悪いの次元じゃないな、ここまで行くと。あ、考えられる。換気。空気が淀んでる。何年も窓を開けてないんだろう。やだそれ。それはどうなの、健康的に。ナサニエル・ウィリアムスは第一容疑者だ。すでに職務質問され、ジオプロファイリングにも当てはまる。いや、グロ。こんなアパートに引きこもって現実逃避してるな。すげえな。ロウソクが灯されている。すぐに戻ってくるだろう。ここまで世界観できるか。はあ、神秘妄想壁の兆候が被害妄想で悪化してるといったとこか。いや、不気味。プロファイラーじゃなくても彼が犯人じゃないのはわかる。時間の無駄だ。まあそうだよな。まあ犯人っぽすぎて犯人じゃないよな、逆に。世界観すご。どんだけ統一してんのこいつ。やば。あ、薬ある。麻薬じゃない、大丈夫。窓も無理やりテープ貼ってるし、やめな。あー、怒んないで。いや、入らんのかい。おいおいおい、入ろうや、せっかくなら。何これ、見えない見えない、俺は見えない。あ、薬だ。あ、マルチビタミンって書いてる。あれか、栄養剤的なやついっぱい飲んでんだ。まあ外出ないからな。ちょっとでも健康気にしてる傾向あるな、幸い。ゲーブどうですか。ゲーブ、なんか見つかりました。ゲーブ、何がしてんのあいつ。なんかある。あ、めちゃくちゃ薬あんな。捨ててないだけじゃないもん、ここまで来ると。あ、いいタイミングだな、サニエル。探していたところ。なんか思ってたより、でもなんか。主よ、我を守りたまえ。思ってたより変な見た目じゃない。私はFBIのノーマン・ジェイデンです。いくつか質問を。神はご存知です。私は何もしていません。無実です。落ち着いて。誰もあなたを責めちゃいない。話したいだけだ。なんかあんまりだな。ナサニエルさん、あなたのお仕事は。あんまり怪しくねえ。慈悲深い神に人類の救済を祈ること、それが私の唯一の務めです。そんなになんか言うほどヤバいやつに見えないんだけど。なぜこんなに十字架を。見た目。何かを恐れて。時は近い。神の怒りが人々に降り注ぐだろう。私は世界の終わりに備えているのです。なんかね、黒いローブかぶってさ、なんかもうもっとガリガリでさ。ナサニエルさん、先週火曜の午後4時半はどこにいましたか。ここに。私は家で祈っていました、一日中。本当？誰か他には。ないだろう。いえ、一人でした。めちゃくちゃ光当たってるけど大丈夫。例の声はどうした。今もまだ聞こえるのか。声の主は誰だったっけな。よく知ってる人だろう。え、あの方の名前を口にするな。自白。どんなお告げだ。ブレイクは彼を締め上げるつもりだ、うん、でもそんな自白は無意味じゃないか。それについて話してはいけない。何かしろ。なんとかするんだ。ああ、なるほどね。もっともっとたくさんの。ブレイク。ブレイクの狙いは何だ。なぜ追い詰める。ダメだ。悪魔。彼はブレイクを恐れてる。本気で悪魔だと信じ込んでるみたいだ。こうする。くそ。ブレイクはやりすぎだ。いや、もう考えなくていい。やるよ。じゃあやれよ、早く。声が止むように願った。そうだろうな。ブレイクを止めないと。
やりすぎだ。いや止めてよ、じゃあ止めて、止めて、止めて。何してるんだ、なぜあんな風に挑発する。お前は声が止むように男の子を連れ出して溺れさせた。そうだろう。ブレイク、違う、ブレイク、やめてくれ。子供たちを殺したのはお前だ。ブレイク、拍手しやがれ。ブレイク、お前は悪魔の使徒だ。ラサニエル、俺が運命を送り返してやる。ブレイク、実は悪魔の息子だ。我らを滅ぼすために地上へやってきた。ほら早くしろ、撃て。蹴ればいいだろ別に。あ、俺は撃ってしまう。じゃじゃ、 R1 撃つって書いてよ。ああそうみたいだが、どうせクズだ。さあ、じゃ R1 撃つって書いてよ。ヘビーレイン、ちょっとごめん、ジェイデン、ごめんって。はぁ、いや、R1 撃つって書いてよ、ヘビーレイン。ミスってトロフィー獲得しちゃったし。まあいいけどさ、今回これでやるけどさ、R1 は撃つってこともっとわかりやすく書いてよ。もう心理作戦選ぶ気満々だったんだけど。冗談抜きで。ヘビーレインさん。まあでもね、まあ撃つことに頭支配されちゃうのかもしんないね、実際はね。そういう意味で R1 があんだけ主張してたのかもしんない、もしかしたら。はあ、今日は喘息の気配がないな。念のため吸入器は持っておく。フラグやめろや。スーザン・ボービス、鬼神殺人鬼の犠牲者の母親だ。息子の死に関する情報を知ってるかもしれないな。じゃあだから警察のあのジェイデンがあの犠牲者じゃない、なんだっけ、容疑者を捜索して、このおじさん名前忘れたけど、このおじさんは容疑者の、じゃあ、被害に遭った方々を見回ってんだ。失礼するよ。返事がない。中からは赤ん坊の泣き声。幸先が悪いな。育児放棄良くないよ。赤ちゃん、赤ん坊が泣いてて返事なし、嫌な予感がするな。まあまあ子供亡くなっちゃってるからな。まあ辺りを調べるか、別の入り口があるはずだ。精神的にね、確かに辛いかもしんない。でも今までの傾向だとさ、このおっさんが救うよな、救って心許してもらえるよな。赤ちゃんあやすんかな、これじゃない。ちょろっ、あやすんじゃないの赤ちゃんを。ちょっと食事与えてる。あ、ボールさん、ボールズさん。まったく最近の親は子供を置いて出かけるなんて。お、いいいいよ、いいよ、おっちゃんのね。誰もいないみたいだ。すみません、赤ちゃん、赤ちゃんどうした。こんにちは、おちびちゃん。かわいい。どうした、ママを探してるのかな。もう慣れてんね。なんとなく嫌な予感がするな。薬飲んで倒れてんじゃないの。なんてこった。もうダメ、耐えられません。赤ちゃんお願いします。ちょっと待てよ、これはなんてこった。頼む、あーなるほどね、赤ちゃん待ってろよ。まずはママを見つけないと。なるほどな。早く家中探すんだ、間に合うかもしれない。家中探す、ごめんごめんごめん。どこどこ、家狭っ。いや家狭いよ。いや家狭いって。はっ、なんもないってこの家。こっちじゃない。赤ちゃんごめんね。この家なんもないじゃん。こっちなんかあんのか。あ、どこない、なんか。なんもないぞ。
なんもないぞ。は？そんなことある？ボルズさん、あ、そこにいるんですか？ボルズさん、ボルズさん、逃げないで、現実逃避しないで、ボルズさん。はあ、まずいな。それはえぐい、それはえぐいって。ボルズさん、ボルズさん、ボルズさん、聞こえますか？起きて、起きて。ボルズさん、ボルズさん、グロいって。血止めないと。え、なにこれ、な、何すんの、ね、ね、ね、か大丈夫、出血、止血しないで、止血。ちょっとボールズさん通れないんだけど。ボールズさん、ベッドに寝かせたら助けを呼ぶ。ああ、そういうことね。出血の量が多い。俺が来てラッキーだったな。救急車を呼びます。やめて、病院へは行きたくないの、お願い。声かわいい。わかりました。何か傷の手当てができるものは？若いお母ちゃんだな。あるはずよ。オッケー、じっとしてて、すぐ戻ります。生きようとする気はあるんだ。でもね、風呂場に絆創膏があるはずだ。風呂場にあるの？ちょ、ごめんごめん、先言って。感染症を防がないとね、ちゃんとね、綺麗な手にしないと。そう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 、いいね。感染症を防ぐためにね、確か大事。これとこれとこれと。いいおっちゃんだな、なんかいいわ、かわいい。持ち方かわいい。ボルさん、私がここにいます。大丈夫ですよ、そばについてます。めちゃくちゃ血ついてるな今。あ、止血ね、はいはいはい、圧迫しないとね。しっかりとか言う暇があったら俺はやるよ、治療。ちょっと難しいんやって、アナログスティック。あ、よかった、間に合った、しっかり。腕細、腕細。応急処置だが止血はできた。傷が深くなくてよかった。ボールズさん、気分は？優しい顔してんな。赤ちゃんが、赤ちゃんが呼んでるわ。お前が、お前がさ、ここにいなさい、私が面倒見るから、いいね。自ら立ったんだから、まああれなのかな。ちゃんとわかります、赤ちゃんのこと。私は探偵だよ、何でも知ってる。ちょっと絶対ファンお前一番多いだろう。名前はエミリー。捜査をしに来たはず。オッケー、かわいい。とりあえず母親は一安心だ。エミリーの様子を見るか。絶対ファン一番多いじゃんこいつ。ヘビーレインやったユーザー。あれでも多分あれなんだ、一時的にさ、ちょっとなんかやけくそになってさ、行動しちゃったんだろうね多分ね。赤ちゃん守ろうっていう気はあるもんね。あー、ごめんごめんごめん、寺岡ごめんのおっちゃん、わすく忘れてた。あ、ミルカンじゃん、使おうぜ。石鹸欲しいけどな、ちょっと。ミルクあるよ、ここ。お、ミルクあるよ。あ、出るでも出るか、ミルクなんていらない。やあ、エミリー。それで、あ、どうしたのかな。おっと、この匂いは間違いないな。うまい、手慣れてる。顔の変わり方エグい。どうすればいいんだっけ。こうするんだよ。
かわいい。はい、新しいやつね。新しいやつつけるから。かわいい。エミリちゃんバカかわいいじゃん。エミリくんかも。エミリくんかな、ちゃんかな。しまった、これ逆だ。オッケー、やり直しだ。今俺が悪かったのかな。マスカ、ほーら綺麗になりましたよ。気持ちいいかな。ちょっと、もうエミリちゃん絶対ファン増えんじゃんお前。うん、今まで全員救ってきて、赤子に対してもこれだ、これだぞ。まだ何かあるのかい。お腹減ってんでしょう。ミルクミルク。やっぱりな。だから泣いてたんだね、エミリーちゃん。もうミルクでしょ。分かってる分かってる。温めた方がいいんだろうな。ちょっとミルク入ってるかんでもこれ。ちゃんとミルクこれ。ねえ。お腹が空いてるのかな。俺もお腹空いてきた。ねえ。あ、大丈夫？あったかい？ほらほら、ミルクミルク。元気出しな。あ、捨てないとてか、おむつ、ちょっと。よしよし、お腹が空いたかい？ちょっと待って。喉に詰まらせないようにボトルを少し傾けよう。ね、ちょっと、へえ、いやファン増えるわお前。ちょっと名前なんだっけ。眠くなんじゃないの。眠くなるでしょエミリーちゃん。いや、そういう感じじゃないじゃん。めちゃくちゃ連打させられるんだけど。あ、つまらないようにね。ああ、よくできたね、エミリー。うん、だいぶ機嫌が治った。だろう？お腹空いてきた。優しく揺らしてあげるから、ゆっくりお昼寝しなさい。うん、いいかい。よし。はい。はい。はい。高速でやるよ、高速で。あ、かわいい。いや、おっちゃん。かっこいいわ、お前。なんて、いいおっちゃんなんだ。まあ、これが俺の母性本能の限界ってとこか。かわいそうに、辛い思いをするだろうな。その言葉やめろや。母性本能の限界ってやつだろうな。急に、そこ自分でね、自分をこう、なんかこう、あげないのがいいよね。お母さん、ちゃんとやってきましたよ。赤ちゃんの世話ありがとう。お腹空いちゃった。置いてきたくなかった。でもどうすることもできなくて。わかるわかるわかるよ。どの近づいていきます。ただジェレミーがいなくなって、あの子は本当にいい子で。隣座っていいですか。どうしてあの子があんな目に遭わなければ。聞くから。君一人で面倒を見てるのかい。ジェレミーのお父さんはどうした。いなくなった。事件の翌日に。え、よりにもよって。理由はわからないけど、多分、まあ、多分耐えられなかったんだわ。私一人でエミリーを育てなきゃならなくなって。お腹空いてきた。辛くて。そうか、ご主人はいなくなる前に何か言ってなかった。メモとかに伝言は。いいえ、何も言わずに出て行って、携帯電話だけ残して。クリーム売って。ねえ、ダンスの引き出しに携帯が。てか寒くないよお前。
見たことのないものだったから彼のものじゃないわ。あ、電源を入れようとしたけどうまくいかなくて。同じじゃない？イーさんと同じでさ。ええ、確かリビングの引き出しの中に。よかったら持って行って。私が持つよりその本が役に立つわ。頼れる家族は誰かいないのかい？ええ、母が。でも頼る気にはなれないわ。あまりうまくいっていなくて。だけどそうも言っていられないわね。絶対寒いじゃん。体を大事にして。エミリーもね。ええ、約束します。頑張れよ。毛布かけたろか。まあ寒いだろ絶対。正直に言えよ。もう血の後始末いい？やらなくて大丈夫これ。やっとこうか。な、やっとこうか。やりたくはないけど。やりたくはないけど、やっとこうか。リビングの冷やしってことを言ってたかな。なんかタンスって言ったと引き出しって言ったからさ、まさか別のものなのかなと思ったけど。どこだ？これか？違うな。これか。あ、一緒だ。一緒では、一緒ではないか。あ、でもイースさんもあれか。で、イースさんと一緒だよ、多分な。だから。幸せになるんだぞ。あ、ちょっと。大事にな。その言葉やめろや。いや、いいおっちゃんだな、ほんと。ありがとな。母ちゃん名前忘れたけど。ここで終わるか、多分。これで終わるでしょ、多分。じゃあ、お父さんも今一緒に行ってんだ。イースさんと一緒に。あ、亡くなってから行ったのか。そっか。だとしたら違うか。事件の翌日って言ったもんな。イーさんはだってあれだもんな。事件中だもん。あ、違うか。誘拐が事件だとしたら、事件の翌日か。あ、イーさんじゃん。じゃあどうしようか。一旦切るか。ごめんね。ちょっとオプション開けたら終わるわ。結構ね、こう眺めちゃうから。これさ、やっぱ肌荒れするんじゃないの？肌荒れ。あ、これ終わるわ。じゃあ、あざした。